皆さんこんにちは。一般人でもバレれば恥ずかしい思いをすることになるカーくすですが、それが芸能人ともなれば国民中が知ることになり、一般人よりはるかに恥ずかしい思いをすることになるでしょう。それを分かっていながらも抑えきれなかったことにより、世間に知られてしまった芸能人がいるのですが、今回はそんなカークスの現場を抑えられてしまった12人の芸能人、有名人を紹介していきます。一人目は今井絵理子さん。元スピードとして活躍し、現在は参議院議員として活躍する今井絵理子さんですが、カークス中の画像がネットに流出しています。お相手は自民党イケメン市議会議員の橋本健議員。ネットに画像が拡散されるようになったのは2017年8月頃、2人の不倫疑惑報道の直後にどさくさに紛れてカークス真っ最中の画像がネットに流出、拡散され話題を呼びました。しかし拡散された問題の画像は2人が出会う前に作成された盗撮系のアダルト DVD 作品のワンカットだったとされており、当人たちもこれは AV のものであり私たちではないと捏造されたことを否定。とはいえ情報元は裏 DVD 業者としか書かれておらず、盗撮 DVD の作品名もないことから、それこそ火消しのための捏造ではないかという噂も出ています。2人目は早川美奈さん。 NHK 甲府放送局の夕方に生放送されるニュース番組ニュース丸ごと山梨のキャスターを務めた女子アナの早川美奈さんもカークスの現場を写真付きでフライデーで掲載されています。早川美奈さんは地元の国立大在学中にキャンギャルなどにも選ばれた和風美人で、2012年に NHK に契約アナとして採用され、報道番組のキャスターに抜擢。清潔感のあるルックスと美脚で男性ファンも多い人物でした。お相手は同じくキャスターを務めた斉藤貴信アナ。フライデーに掲載されのは2016年7月のこと。斉藤貴信アナは既婚者ということなので不倫騒動にも発展しました。フライデーによると6月下旬、2人は番組終了後の夜8時ごろ、局から車で10分ほどの距離にある片道1車線のほとんど車も人も通らない細道に車を止め、座席を倒すとカークスを始めたところを写真に撮られています。不倫の頻度は高く、フライデーの記者が確認しただけでも週に複数回、時には3日連続不倫デートを楽しんでいたそうです。3人目は秋元由里さん。フジテレビのアナウンサー秋元由里さんもカークスをスクープされた一人です。スクープされた当時は同じフジテレビアナウンサーの生田流星さんと婚姻関係にあったので不倫という形でもありました。さらに相手は同じテレビ局のプロデューサーだったのですが、既婚者だったことからダブル不倫ということに。秋元由里さんも含めカークスの相手、夫が全て同じ会社に勤務しているという最悪の泥沼不倫でした。そもそもフジテレビではアナウンサー同士の恋愛もご法度だったのにもかかわらず、できちゃった結婚で生田流星さんと結婚しているんですね。カークスの現場を抑えたのは週刊文春。掲載されたのは2018年1月頃でした。週刊文春が抑えた不倫カークスの現場写真が竹林や小屋であったことから、ネット民には竹林不倫などと呼ばれることに。週刊文春に掲載されてしまったことから夫にも不倫がバレてしまい、同年4月に離婚するという痛ましい結末をたどることになりました。4人目は山岸舞さん。日本テレビのニュース番組ニュースゼロでキャスターを務めていた山岸舞さんも壮絶なカークスの現場を抑えられている一人です。週刊文春が2014年6月に掲載しているのですが、週刊文春デジタルでは都内のファミレス駐車場でなんと1時間にも及ぶカークス中の動画を公開していました。テレビ局内でもかなり男性を誘うファッションだそうで、テレビ局関係者の人たちとも関係を持った方々が多いという噂が立っていたそうです。気になるお相手はアイスホッケー選手菊池修司さん。イケメン選手として人気があり、スクープ当時は2人とも27歳で恋人としてお付き合いをされていたそうです。カークス報道をされた後、2人はあえなく破局。その後山岸舞さんは2015年に大手百貨店
丸井創設者の孫と玉の輿結婚をして芸能界を引退しています。5人目は優香さん。マルチタレントとして女優やバラエティなどで活躍する優香さんもカークス現場を抑えられた一人。週刊実はフライデー多数週刊誌に掲載されているのですが、当時優香さんは車デートがお気に入りなようで、お付き合いのほとんどは車でのデートをしていたそうです。そのデートの最中、揺れる車の目撃情報が多数あったとのこと。中でも大きな話題を呼んだのはフライデー1999年に掲載の V6 岡田准一さんとの画像付きカークス記事でした。スクープされた場所は優香さんが住んでいたマンションの前。岡田准一さんが車で迎えに来て、乗り込んでからそのまま1時間ほど暑い時間を過ごされたそうです。報道された当時、優香さんは相談事をしていただけと言っていましたが、車が揺れているところを近くの工事作業員たちも目撃している情報も入っているため、言い逃れはできないでしょう。またカークスをしているのは岡田さんだけではなく、ダウンタウンの松本人志さんや妻夫木聡さん、押尾学さん、一茶さん、山中沢尾さん、中丸雄一さんといった数々の芸能人とカークスを目撃されています。6人目は里田舞さん。メジャーリーグで活躍中の田中将大選手と結婚し、現在はニューヨークに在住している里田舞さんもかつてカークス現場を抑えられた一人。おバカタレントとしてブレイクしましたが、お相手はなんと島田紳助さんでした。あるサイトで高額で里田舞さんのカークス映像と称するものが流出したことが事の発端のようです。その価格はなんと22,000円。超高額だけに信憑性も高いと言われています。週刊実話で2014年4月に掲載されていますが、どうやら芸能ライターが確認したところ、偽物であるという判断を下したようです。実際の里田舞さんに比べて肉付きがいいため里田舞さんではないという判断ですが、芸能ライターが知っている里田舞さんの体はグラビア活動をしていた若かりし頃の里田舞さんなので、現在は肉付きが良くなっている可能性もあります。なのでその映像が本物か偽物かは未だに真相が不明のままとなっているようです。7人目は雛形あきこさん。グラビアアイドルとして活躍していた雛形あきこさんはフライデーにカークスしているであろう現場を抑えられています。1998年5月に CM ディレクター山本和馬さんと結婚されているのですが、2001年11月に27歳の男性マネージャーとの不倫騒動が出ました。深夜の仕事帰りに雛形あきこさんを乗せたワンボックスカーは自宅マンション付近の公園の脇に一時停止。すると運転手を兼務するマネージャーはカーテンで仕切られた後部座席にいる雛形あきこさんの元へと車内を移動し、30分ほど運転席には戻らなかったようなのです。内部での様子は不明だったそうなのですが、車は微妙に揺れていたとのこと。夫と娘が待つ自宅を目の前にして車内で常時にふけっていたとされています。フライデーでは常々マネージャーとの仲が親密すぎるという噂をキャッチしていたようで、数日尾行を重ねた結果、雛形あきこさんを乗せた車は公園や工事現場など人気の少ない場所で一定時間停車していたことを抑えています。そしてその都度運転席のマネージャーがカーテンで仕切られた後部座席に姿を消していたそうです。この報道後、マネージャーは退社に至り、雛形あきこさんは考えの違いという理由から2003年11月に離婚していますが、この報道が原因なのではといった憶測も流れています。8人目は原田龍二さん。ジュノンスーパーボーイコンテストで準グランプリを受賞後、俳優やタレントとして活躍していた原田龍二さんは、スクープされるまでは爽やかなルックスや司会などもできる知的なイメージで人気がある人物でした。しかし週刊文春2019年5月に衝撃のカークス報道をされます。しかも不倫相手は多数おり、ほとんどが原田龍二さんのファンだったそう。そんな多数の不倫相手と日々カークスに励んでいたところ、あまりに雑なカークスによる性処理感
に嫌気をさしたインスタグラムの DM で知り合ったという30代一般女性の浮気相手により文春にリークされてしまったのです。原田龍二さんはファン女性をマイカーに乗せ郊外のスポーツ公園に停車、そこで行為に及んでいたといいます。しかし所要時間はわずか10分足らず、ことを終えたら女性をすぐに駅に降ろすという内容で、女性を物のように扱い、ただ性欲を解消するだけの密会を繰り返す雑さには世間を呆れさせました。その後涙を流しながらの謝罪をさまざまなメディアで行いましたが、不倫後に活動を自粛する様子はなく、むしろ不倫をキャラクターにして番組に出演を続けています。9人目はアレクサンダーさん、元 AKB48 である川崎のぞみさんの夫であり、モデルとして抜群のルックスを誇るアレクサンダーさんは、不倫カークスを現行犯でフライデーに激写されています。しかもなんとその日は川崎のぞみさんとの結婚記念日前夜で、カークスに使った車は川崎のぞみさんに買ってもらったベンツ。さらにさらに驚くのは、川崎のぞみさんは不妊治療中という時期での出来事でした。とんでもない時期に不倫していたことも呆れますが、妻が買った車中でという内容に世間では多くの女性の怒りを買っています。相手は原宿で待ち合わせした一般女性のようで、原宿付近のコインパーキングに車を止めて後部座席に移動した後、15分ほど小刻みに揺れ続ける車を目撃されました。本人はあれは僕じゃないと否定しているようですが、当日自分で上げたインスタグラムの画像と同じマフラーをしていたことからも、ほぼ本人で間違いないとされています。10人目は岩隈久志さん、東北楽天ゴールデンイーグルスでエースとして活躍し、メジャーリーグベースボールへ挑戦した岩隈久志さんにも突然のスキャンダルが襲いました。愛妻家で知られていた岩隈久志さんだったのですが、不倫密会現場が11月21日発売の週刊ポストで報じられています。しかもお相手は奥さんの弟の妻という泥沼な様子。週刊ポストはわざわざ奥さんに取材して不倫現場を見せつけたという鬼畜ぶりを見せています。11人目は内野聖陽さん、俳優の内野聖陽さんも決定的な不倫現場を抑えられた人物の一人です。2011年8月18日に奥さんである一路真紀さんと離婚届を提出したことが明らかとなったのですが、その最大の原因と言われているのが2010年9月に発覚した不倫騒動。乗用車内で若い女性とディープキスをする姿がキャッチされ、飲酒後にハンドルを握ったとも報じており、飲酒運転疑惑も浮上しているのです。相手の女性も人妻だったそうなので、ダブル不倫ということになりますが、カークスをしている動画も流出しており、その内容は離婚に至っても致し方ないというほど激しい内容となっていました。12人目は伊藤博文さん、最後に有名人となるのですが、旧千円札の顔ともなった伊藤博文さんはカークスの元祖とも呼ばれている方なんだそうです。何でも当時の天皇である明治天皇に怒られるほどエロ親父だったのだそう。あまりにも女遊びが過ぎる伊藤博文さんに対して、天皇自ら女遊びも大概にしろと怒られていたのだとか。そんな伊藤博文さんなのですが、吉原通いがライフワークだったそうで、ある日いつものように吉原で遊んで帰ろうとした時に目に飛び込んできたお金という遊女に一目惚れしたのだそうです。その女性を馬車に連れ込み、走る馬車の中でやりたい放題ことに及んでいたという伝説があります。一番中馬車に乗せられ、翌朝になってやっと吉原に帰ってこれた女性が、ことのすべてをみんなに暴露したことで馬車内クスがバレたそうです。今回は主に芸能人のカークススクープについて紹介しました。芸能人であるとはいえ、男と女常時に至ることもありえるとは思いますが、不倫カークスとなると恥ずかしい思いをするのは本人だけでなく家族もだということを忘れないでほしいですね。とはいえ、そういったスクープが何人も出ているわけですから、今後も新たなスクープが出ることはありえることでしょう。本日もご視聴ありがとうございました。